パリ・サンジェルマン、PSG のレオナルド・S.D. スポー、ディレクターは、FW リオネル・メッシの契約内に関する報道内容が事実とは異なるとして、否定した。フランス、RMC スポーツが18日付で、同 SD のメントを伝えている。PSG とメッシの契約内容にいて報じたのは、フランスお手紙、レキップ。そ、内容によれば、契約期間は2年間オプション1年であり、1年目の年俸は手取り3000万ユーロ、約38億7000万。2年目は残留ボーナスが追加されて、総額4000万ユーロ、約51億6000万円。さらに延長オプションが、行使された場合の3年目も、同額の4000万ユーロであり、目は3年間で、総額1億1000万ユーロ、約142億円の報酬を受け取るとされていた。だが、レオナルド SD は、現地時18日に行われたマウリシオ・ポチェッティ監督の会見の前に、この報道内容を否定。レキップのような新聞の一面にこんなものが出るは、受け入れられない。完全に間違っていると、理を表した。敬意を欠くことであり不快だ。ほう、のタイミングも理解できない。契約期間に席、手も数字に関しても、本当に事実とは程遠い。非義務もあるが、事実ではないということは、エルとレオナルド SD は語る。レオナルド SD は報道、レタ、契約期間も、正しくないと主張。3年目の延べ、オプションが設定されていることはクラブ、公式発表にも記されていた事実ではあるが、約は2年間だと述べている。両。